それでは皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、今日は2学期の始業式っていうことで、今日からまた幼稚園が始まりましたね。皆さん、長い夏休みどうでしたか？楽しかった。よかったね。もうなんか1学期のみんなのお顔より、今はなんかお顔がこう日に焼けて、お顔とか手とか足とかすごく日に焼けて、とっても健康そうですね。え、海とかに行ったのかな？行った人。じゃあプール行った人。はい、1万人プールね。すごい。1万人プールにも行ったんですか？ハワイアンズとかね。あ、すごい。すごい。楽しかったですね。夏休みね。たくさんね。いろんなことができて。そしたら、その夏休みの楽しかったお話を、ね、お部屋に帰ってから、先生やお友達とたくさんしてください。ね。じゃあ、鈴木先生からは、今度、2学期のお話です。ね。みんな、今日はみんなほら、幼稚園の制服で幼稚園に来たんですけど、今度月曜日からは、素晴らしい、よく知ってる。ね。今度月曜日からは、運動会の練習になります。なので、毎日体操服できますよ。ね。年長さんは運動会、どんな練習するんだろう？こねきたいとか、組み体操とかね。ね。年長さんも、お遊戯とか、ね。かけっことか、たくさん、これから9月は、運動会の練習になります。ね。でも、気をつけなくちゃいけないことがあるの。なんだと思いますか？そうです。ね、もう9月になって、季節は秋。そうです。ね、秋になってね、本当だったらね、少しずつね、涼しくなってくる季節なんですけど、今年はもうずっと暑いです。だから、運動会の練習やるときも、きっと暑いと思いますね。ね。その時には一番気をつけなくちゃいけないことは熱中症。熱中症なんです。ね。だからね、もうね、熱中症にならないように水分をね、たくさんとって、そして休憩をとって体を休めて、ね、そして過ごしてください。それでももし頭が痛くなっちゃったり、気持ち悪くなっちゃった時は、絶対我慢をしないで、周りにいる先生に必ず言ってください。ね、お約束できますか？はい、そうやりながら、ね、運動会の練習頑張って、10月の7日の土曜日の運動会、ね、みんなに見てもらいましょうね。はい、それから、まだね、2学期はその他にも、楽しい行事がたくさんあります。2学期はもう本当にいろいろ楽しいことがありますね。それを楽しみにみんなね、今度また月曜日から毎日幼稚園に来てくださいね。はい、それで先生と一つお約束してほしいことがあるんですね。先生との今度のお約束は、朝ごはんを必ず食べてきてくださいね。もうこの暑さで運動会の練習でたくさん体を動かすから、朝ごはん食べないともう元気が出なかったり、具合悪くて倒れちゃりしちゃうかもしれませんね。だからみんな必ず幼稚園に来るとき朝ごはんを食べてきてくださいね。ね、なんかもう暑くて食欲ないなーって思ったら、パン、これくらいのパン一つでもいいです。おにぎり1個でもいいですね。必ず朝ごはんを食べてきてくださいね。はい、それではまた月曜日から皆さん毎日幼稚園に元気で来てください。はい。
はい、では鈴木先生のお話はこれでおしまいです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。